はい、どうも、まさらです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっとデスク周りの、話になります。いやー、ほんとね、このデスク環境をいろいろ整え始めたら、なんかちょっと凝りまくっちゃってて、今。もうね、すごい工数をかけて、まあ今、いろいろやってたりとか、あとちょっとね、悩みとかもありつつ、進めてるんですけど、今日はですね、ちょっと先にね、ちょっと状況を見てもらおうかな。ちょっと状況をちょっと見せたいんですけど、はい、今ですね、まあ、こんな感じでちょっと撮影をしてます。これね、iPhone で撮ってるんですけど、はい、もう iPhone 最近綺麗すぎなのと手ぶれが全然しないので、もうね、iPhone 頼りまくりなんですけど、で、今なんですけれども、こうやってね、Mac を閉じて、まあ、カメラがね、こう見えるような感じで、まあ、やってるんですけれども、ここのね、スピーカーとのこの間ですよ。で、この間なんかマグネットのやつを買って、まあ、大失敗をしたんですけど、まあ、ちょっと L 字型のね、USB3.2 のね、ケーブルは買おうと思ってるんですが、まあ、そもそもね、このスピーカー、まあ、このオーディオエンジンの A2 プラスってやつをね、まあ、結構 YouTube やってる人みんなこれ買ってますよね、これ。まあ、大体みんなこれ買ってるみたいな、感じなんですけど、これ結構高さがあるんですよね。小型なんですけど、まあ、それなりにでかいんですよ。はい。なんで、ま、こことぶつかっちゃってて、ちょっと今イラッとしてるっていうところと、もう一つがですね、これディスプレイなんですけど、まあ、ディスプレイと、なんか、被らないといえば被らないんですけど、まあ、若干こう、端がね、ちょっとこう、ぶつかる感じがあるんですよ。はい。まあ、そういう風な、ちょっと今ね、悩みをね、こう持ってるんですよ。こっちは、ま、ちょっとモニターもちょっと高いんでね、大丈夫なんですけど、なんかね、こうね、ちょっとね、この、こいつがちょっと気になるっていう、状況ですと。で、というわけで今回これ買いました。これ。はい、って言っても、ただの箱でしかないんですけど、ちょっとね、これをちょっと開封したんで、まあ、開封しながらね、ちょっと紹介しようかなというふうに思います。じゃあちょっと、開封していきまーす。いや、これはね、僕ね、もうね、ネットで見たときに、もうこれだってなりました。これしかねえつって。そんな感じでね、めちゃめちゃ興奮したんですよ。はい、出てきましたね。出てきた。はい、はい。これね、まあ、これだけだと何もわかんないと思うんですけど、思ってたよりでかいぞ。ちょっと思ってたよりでかいぞ。はい、ちょっと思ってたよりでかいな。しかもでかいし、重いっすね。重い。まあ、重いからしっかりしてんなっていう感じではあるんですけど、何かというと、これね、机のこのクランプありますよね。このクランプ。で、これでクランプで挟んで、で、これ何かっていうと、スピーカーの台なんですよ。ほら。ねえ。めっちゃいい、良くない?これ。めっちゃいいと思いませんか?と思ったんですけど、ちょっとね、オーディオエンジンにはね、ちょっとでかいかも。ちょっとでかいな。思ってたよりでかいぞ。これはまた悩むぞ、これ。これはまた悩むぞ、これ。これ、ちょっとでかさ。思ってたよりでかいなぁ。はい。で、この製品ね、すごくいいのが、ちょっと見えるかな?ここ穴開いてるんですよ。はい。こんな感じで穴開いてるんで、高さ調整がね、これすごくしやすいんですよね。その穴に合わせて、高さをこうね、揃えるだけでいいので、まあ、そこのね、高さ調整も非常に楽っていう、2つのね、2台を合わせやすいっていうところも、めちゃくちゃいいポイントだなっていうふうに思ってます。これもう絶対いけてると思ってたんですけど、ちょっとでかいぞ。はい。で、しかもこれ1個だけで、もう1個持ってるんですよ。そう。はい。こんな感じでもう1個あるんで、ちょっとね、早速一旦、取り付けてみようかな。取り付けてみよう。はい。今はこうなってますよ。これが、せーの。皆さんですね。僕、今取り付けてる途中なんですけど、もうすでに動画を回し始めました。なんでかっていうとですね、右上に映ってると思うんですけど、はい、でかすぎた。もう買う前にもっとちゃんとチェックしろよって話ですよね。ほんとね、もうそういうとこあるんですよ、僕。ほんとダメなやつだ、ダメなやつだ。ほんとにちょっとね、見ていただきましょうか、どういう状況か。このもの自体はめちゃくちゃいいと思いますよ。僕がダメなだけなんで、はい、僕がダメなだけなんで、どんな感じかちょっと見せていきます。はい、というわけで今どうなってるかというと、おい、こういう感じで、これ今一番高い状態にしてるんですけど、もうめちゃめちゃでかいんですよね。超でかい。もうどうしようこれ。あ
あーちょっと1個返品しようかな。でも返品するのもこれそんなに高くないんですよ。これ価格としては確かに1600円とかそのレベルなんで全然高くないんですけど、1個あーやっちゃったな、これ全然入らないわこれあーやっちまった。まあ、こういうねこと繰り返してやってくんですよ。はい、今日はこれどれだか最低ですね。いやこの板の部分ね、多分あのサイト見ればね、まあ、ちゃんと多分サイズ載ってたんですけど、ちょっと予想以上に大きくて、でさらにこのオーディオエンジンのやつって、まあ、小さめなんで、多分これ乗っけてもズルって下に落ちてきちゃったよなっていう感じなんで、もっと多分大きいスピーカー用のやつですね。これ小型のスピーカーにはちょっと向かないちょっと製品だったなっていう風に思ったのと、あと意外とこのポールがまあしっかりしてるんで、かなりその重いそのスピーカーでも大丈夫だなっていう風には思うんですけど、机のところにクランプした時にはそんなに多分そのサイトで書いてあるよりも目立つ感じにはなるだろうなっていう風にちょっと設置してみて、思いました。なのでデスクにスピーカーを置くのにちょっとスペース欲しいなっていうので、僕よりも大きなスピーカーを、まあ、使ってる方はちょっとこれ、まあ、購入検討してみてもいいかもしれないですけど、まあ、僕みたくね、まあ、小さめのスピーカー使ってる人は要注意ということで、まあ、僕が買ってみて失敗しましたっていう動画です。これ動画にして大丈夫かなこれ動画で大丈夫かな。ちょっとなんかもしかしたらあのボツにしてるかもしれなくて、これももしかしたら幻の動画になってるかもしれないです。でも今見てるっていうことはあの出したんですねはい、というわけでね、まあ、こんな感じで、まあ、僕は毎日のようにこう少しずつね紆余曲折しながらちょっとデスクをカスタマイズしてるので、はい、引き続きねちょっとデスクネタを増えるかもしれないですけど、はい、ちょっとしばらく見ていただければなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ではでは皆さん次の動画でバイバーイ。